人造人間なんかもう怖くない。今度こそ奴らの最後だ。うん、弱そうだな。過去に行ってもこの世界が変わらないんじゃ意味がない。どの町もひどい有様だ。ねえ17号、もう人間もいないみたいだし帰ろうか。そうだな。人造人間、今日こそは許さないぞ。ご飯さんの仇俺が取る。ガキが懲りないやつだな。お前のしつこさ気に入らないんだよ。ご飯さんが死んで3年だ。俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。これ以上お前たちの好きにはさせない。お前がどれだけ腕を磨こうが俺たちには勝てない。私たちに勝つなんてとんだ思い違いだよ。こいつ、ただの生意気なガキだったくせに。余裕でいられるのも今のうちだけだ。しつこいガキだね。お前たちを倒すまで俺は戦う。大きくなったのは人体だけか。私たちを倒すにはパワーも全然足りないよ。もうすぐ敵を取れる。もう勝った気でいるのかい。どこ見てんだ。こいつから逃げられるか。これは腕を磨いたと言ってたのは冗談だったみたいだな。だいぶ息が上がってるようだね。俺の力はこんなものじゃない。どこに行こうと無駄だ。逃がしはしないよ。さっさと蹴りをつけるつもりだったのに予定が狂った。蹴りまでつけてやるか。俺がお前たちを倒してな。おはっ、いったきます。こいつやられませんか。はぁ、あ、やっ、はい、こいつきます。やるな。はっ、やっ、やっ、きます。こちらほらか、おら、こいつたちの本当の恐ろしさを分からせてやる。口だけはまだ余裕みたいだな。こいつから逃げられるかな。そうだよ、消えろ。そうだよ、まずい。とどめを刺してやる。そうだよ、終わりだ。こいつやるな。終わりだ。こいつまた行こう。
引き止める。確かに以前よりは数倍パワーは上がっている。だけど攻撃が直線的だよ。そんなの疲れるだけだと思うけど。そんなどこだ、どこにいる。なぜだ、何のために人間を襲う。ドクター・ゲロは世界征服のために俺たちを作ったようだが、そんなことは関係ない。人間を見ると腹が立つんだ。私たちは人間が嫌いなんだよ。そんなことのために許せない、許さない。俺が甘かった。俺だけの力じゃ足りなかった。人造人間との差ははるかに大きい。ゴハンさんの死から俺は何も学べていない。やはりタイムマシンで過去に行かなければ。まるでガキだな。ゲームに負けた腹いせで暴れるなんて。うるさいよ、あんたは黙ってて。17号18号、貴様らもこれまでだ。片付けてやる。なんだ、生きていたのかトランクス。それにしてもお前ほど無駄な努力が似合うバカはいないな。17号、私むしゃくしゃしてるんだ。もうあっさりやっちゃってもいいだろう。鬱陶しいからさ。遊びが一つ減ってしまうが、まあいいだろう。好きにしろ18号。本当に長かった。お前たちが現れてから俺たちや世界中の人々にとって毎日が地獄のような日々だった。ふん、それがどうした。タイムマシンで行った過去の時代のお前たちは少しはいいやつだった。だがこの時代のお前たちは無益に街を破壊し人々を苦しめ続けている。許すことはできない。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。さあ来い。なぜ私がこんな奴に手こずっている。今までの俺だとは思わない。くらえ。バーカ、どこ見てんの。やった。やった。くらえ。負けっこ。しくしょう、よくもやったね。俺たちの受けた敵に比べればまだ足りない。バーカ、くらえ。そんなことがあってたまるもんか。キラ、どうだ、これが俺たちが受けた痛みだ。ハァ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 ハはあ、
どうした？だらしないな、18号。ちくしょう！もう許さないよ！二人で来い。同じことだ。なんだ？今までのやつとは何か違う。さあ来い！これが本当の最後だ！人造人間！何を寝ぼけたことを言ってるんだ。やっちゃおう17号。どこで出るの？仲間たちの、そして今度はご飯さんの形だ。はっ、これでみんなの仇を。いや、まだだ。肝心な奴が残っていた。